手早く全体をつけてあげていく。はい、どうもレディオの三輝です。はい、ということですね。何言おうとしたんだっけ、全然忘れちゃった調べなのにね。ということでですね、まあ何言おうとしたか忘れたんで、思い出したら言います。今回はですね、まだ寒いじゃないですか。寒い時期に何が食べたいかって言ったらやっぱりこれじゃないですかね。必見です。大根なんですけども、僕が大根を使ったレシピで一番バズった、ツイッターで一番最初にバズったレシピなんですけども、大根の唐揚げ。ちょっと時間はかかるんですけども、調理工程としては簡単なものです。ハイボール、魚粉オーブロメル、作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。じゃあね、やっていきたいと思います。大根2分の1本です。500g ぐらい。もうね、あとはね、白だしと片栗粉と油ぐらい。よろしくお願いします。まずですね、この唐揚げ、すごくね、思い出深い料理なんですよ。料理研究家になったきっかけの料理なんですね。思い出のあるものを作るときは、思い出に浸りながら作りたいと。ということでですね、思い出に浸れるようなアイテムを持ってきましたので、それを紹介しながらやっていきたいと思います。ご紹介します。こちらが、僕が健やかなるときも、やめるときも、思い出を共にしてきた、ハイボールでございます。思い出に浸りながらやっていきたいと思います。やっぱお前がいなきゃダメだ。はい、ということでやっていきます。大根なんですけども、僕ね、大根はね、皮むかないで、やるっていう調理方法が多いんですけども、今回ね、最初に大根煮物を作るんですね。で、煮物を作る場合っていうのは、皮がついてると、ちょっとね、味が染み込みが、遅くなっちゃうので、できればね、皮むいてください。で、剥いた皮はね、甘辛く炒めてね、きんぴらとかにしていただくとすごく美味しいので、皮捨てないでください、これね。大根はね、結構ね、好みなんですけども、2センチぐらい切っていただいて、2センチ切ったのを、こうやって、6等分ぐらいかな。こんぐらい。だいたい6等分に、これ全部していきますね。はい、こんな感じで。3、4人前ぐらいの量ができますんで、ちょっとちっちゃいから。こんな感じでやっていきましょうか。で、下処理はもうこんなもんです。じゃあここにですね、お水を入れていきます。だいたいね、この分量だとね、1リットル入れていきます。はーい、火にかけます。で、白だしです。 80cc。 今回ね、ヤマキの白だし使ってるんで、ヤマキはね、 100cc あたり塩分濃度が 10g なので、たまにね、 13g とかいう白だしもありますんで、そこら辺はね、調整してくださいね。塩分が濃いものを使ったら、それだけ減らしてください。お塩、この感じだと2つまみぐらいでいいと思います。はい、ちょっとね、塩分、大根入れていく。沸騰しなくてもいいですから。根菜っていうのはね、沸騰しない時に入れて大丈夫です。こんな感じで沸かして、沸いたら弱火で、大体小1時間ぐらい煮ていきます。大根にスッと竹串が通るまで煮ていきますんで、で、煮ている間に僕は、ハイボールを飲んで待ちます。今ね、煮込んでるんですけども、煮てる間に、大根のね、皮ね、もったいないんで、きんぴらみたいな感じにしていきたいなっていうふうに思います。今回ね、ちょっと、皮、そんなに出てないんですけどね。千切りしっくりしてもらう。大根の皮、千切りにしましょう。皮ね、美味しいからね。ごま油ね。だいたいもう小さじ1でいいです。これぐらいの量だったら。で、大根入れます。大量に出た時とか、すごい便利なんで、覚えておいた方がいいです。で、火にかけて、いっていい。薄いんでね、すぐ火通りますからね、これね。ごま油と、大根が熱された香りを、おかずに飲んでいく。ここにですね、めんつゆ小さじ1半ぐらいでいいかな。お砂糖これぐらいね、一つまみでいい。ごまね、すりながら。きんぴらはね、ごま入れるんでね、はい、このやり方するとね、大体の皮食えます。いただきます。酒が進むんじゃ。ご飯めっちゃいける、これだけで。皆さんも余った皮こうやって処理してくださいね。はい、さあですね、弱火で1時間煮込んだ後に火を消してですね、30分冷まして、もうこれはね、ぬるぬるになってます。僕は一つ取って、ね、食べてみてください。食べて美味しい煮物だったと思ったら飲んでいきます。そしたら完成。そしたら揚げていくんで、こういう、はい、こんな感じ。煮汁はいろんなもん入れてスープにすればいいので、スープにしちゃってください。よく水切ってくださいね。じゃあね、揚げるときはね、油をこの小さい油、なるべく小さい油にしてください。大根が入ったときに、大根がぎゅうぎゅうになって油の傘が増して揚げやすくなるんでね、大体1センチぐらい、中火ぐらいにしておく。まずはこれを温めていって、で、あと僕も温めていきます。
追加エンジン、追加エンジン、アルチューマシーンって言ってて、21世紀の道具なんだけど、そしたら水気をよく切った大根、片栗粉は厚めが OK。 これを僕と同じように揚げるのがコツです。片栗粉つけたらすぐ揚げる。片栗粉つけて時間が置くと大根の水分を片栗粉が吸収してブヨンブヨンになっちゃうんで、つけたらすぐ揚げる。これ重要でございます。手早く全体をつけて揚げていく。大体この鍋だとね、2回転ぐらいかな。裏にあの片栗粉が浮いててもね、全く気にしないです。ちょっと強めの中火ぐらいでいいかな。この間なんかほんまでっか TV 出たんですけど、収録後にカトパンさんに、リュウさん料理作ってますって言われて、カトパンさんバズレシピ作ってんだと思ってテンション上がりました。僕と同じ料理作ったらカトパンさんと同じものを食べてるのも同じですね。でぜひバズレシピやってみてください。素直に嬉しいよね。でもね、本当にありがたいことでございます。はい、それではですね、ありましたらサクッといってますね。これね、揚げたらすぐ食べるのが鉄則なんで、ここに置いて1分ぐらい油を切ったらもうすぐ食べてください。今半分ぐらいですけども、2回に分けて次食べたい時にあの揚げるのが一番いいかなっていうことで、本当にこんな感じでポコポコと持ってって、コンビニのおでんの大根でもできますから、コンビニのおでんの大根買ってきて切って、そうするとそのまま揚げられますから。音がおでんなのでからしをちょっと添えてあげるとすごく大根に合うんで、はい、ということでこちらで料理研究家になったを作ったですね、大根のからし完成でございます。ではいただきたいと思います。いただきます。まずはそのままいただきたいと思います。あ、ダントツでうまいね。無名の僕が初めてバズっただけあると思います。好みなんですけども、ちょっと塩盛りました。お酒飲みの方、ちょっと振っていただいて食べてもいいと思います。からしちょっとつけて。外が片栗粉でカリッとしてるじゃないですか。で、中ジュワッとしてるんですよ。コントラストが最高だじゃん。本当に美味しいね。外はサクッとしてて、油のコクもついてて、サクッとした後に煮物のジュワッと感が出る。ハイボールもいけるし、日本酒もいますね。味変化不純でしょ。青のり、青のり合いますよ。あ、青のりはマジで合う。風味をふくよかにしてくれる。タブチャンス達也。この繊細な味が果たしてタックに分かるのかと。一応振っとくか。最初はそのまま食べて、後でからし。乾杯乾杯乾杯。いただきます。結構熱い。外がサクサクなのに中がホクホク、ジュワッと、ジュワッと、だしのめっちゃ美味しいですね。からしちょっと、これちょっとなんかおでん感が、おでん感ありますね。めっちゃ美味しい。青のり、お店っぽくなる。食べたことあるんですよ。 Twitter とやった時ぐらいの時に。あ、作ったっけ。その時はでもからしとかなかったはず。あ、それはそのまま食わしてたからね。これまためっちゃ美味しい。ちょっとね、レベルアップしました。ありがとうございます。じゃあこれはじゃあ持って飲んでいただきます。ということで皆さん、いかがでしたでしょうか。僕は料理研究家になるきっかけになって、すごく美味しいでしょう。ぜひこちら試してみてください。あ、じゃあおさ、最近はたず、たっくんがいいコメントができるようになってきたんで、まあでも日によってばらつきがあるので、ちょっとその辺は、またもしかしたら変なこと言う、変なこと言う、変なこと言ってないけど